ハーシュフォーン博物館と彫刻の庭、ハーシュフォーン博物館と彫刻の庭は、アメリカ合衆国首都ワシントン DC の中心部にあるナショナルモールに建てられた美術館とその彫刻庭園の名称である。スミソニアン博物館群の一つであることから、事実上は古障が博物館となるが、美術品の展示が多いこともあり、時にハーシュフォーン美術館とも呼ばれることもある。隣接して、 数々の彫刻作品が設置された彫刻の庭と呼ばれる庭園を有し、スミソニアン公式サイトの日本語訳では名称がハーシュホーン博物館と彫刻の庭とされている。ハーシュホーン博物館外観円形をしたこの建造物は1969年に寄稿されたもの。建築家ゴードン・バンシャフトによるデザイン、連邦政府の資金提供とジョーゼフ・ハーシュホーンによる およそ100万ドルものスミソニアン協会への寄付によって建設が開始された。1899年にラトビアで生まれたハーシュホーンはニューヨークで投資家を職業としていた頃からフランスの印象派から20世紀初頭のモダニズム作品まで彫刻品やその他美術品の収集に没頭。その後ウランサイコーへの投資で成功していた彼は1955年に その投資に関わったものを売り尽くし、売却した資本で、コレクションの拡大を図っていった。1966年、議会によって、正式に、スミソニアン協会の管轄のもと、寄稿が決定。1974年に開館し、モダニズム作品を集めた、合衆国有数の博物館となる。その後は、1981年に、ハーシュホーンが莫大な遺産を残し請求。 一時閉館、管理人の交代、建造物の回収を経て、現在に至る。入り口は回転ドア使用。スミソニアン博物館の一つであるため、原則無料、一般開放であり、他の博物館群と同じく玄関での手荷物検査が行われる。3階建てと地下の展示室という構造で、中庭には噴水があり、1階には土産店がある。 展示されている作品は主に近代アートやモダンアートを中心としたものがほとんどを占め、また外に出ても彫刻の庭にて多くの彫刻や美術作品を楽しむことができる。同博物館は現在およそ1万2000点の彫刻や絵画、写真などを含む美術作品を所有。有名なアーティストとしてアンディブ・オーホルやオーギスト・ロダンの作品が収められている。 現時点での管理人は、オルガバイソ、責任者は J、トミルソン・ヒルである。展示は常設の展示室、彫刻庭園のほか、特定のアーティストを取り上げた企画展や係員による館内ツアーが随時行われており、近年では2006年に日本のアーティスト、杉本博士の展覧会が行われている。なお、館内すべての木材橋にエレベーターがあり、 車椅子での閲覧も可能。交通の便は地下鉄ワシントンメトロを利用し L アンファンプラザ駅で降りるのが有効な方法の一つである。ありがとうございます。